えー、皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の土下です、えー。この動画では、テクニカル分析の視点で、足元の相場の状況ですとか、今後のポイント、こういったところを皆さんと一緒に見ていってます。このままですね、この動画をご覧いただきまして、もし気に入っていただけるようでしたら、いいね、もしくはチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。えー、それでは早速始めていきたいと思います。えー、まずは、先週の日経平均の振り返りからしていきたいと思います。 先週末9月9日の日経平均の割値が28,214円でした。で、1週間の値、ねまあね、動きを振り返ってみますと、まあ、週の頭はです、ね、この27,500円どころと、あとこのオレンジ色の200日等平均線。 あとはこの緑色のです、ね、75日同平均線、ここをです、ね、意識するのは展開となっていまして、まあ、これが結局です、ね、サポートとなる形となりまして、まあ、週末にかけてまあ上昇していくといった形になりました。で,です、ね、この週末なんですけれども、まあ、このロスト化してみてもお分かりの通り、青い25日同平均線のところでまあ上値が止まっているというところで、1週間の値動きを、ね、振り返ると、下げ止まるべきところで下げ止まって、 戻りのですね、こう目安となるべきところで上昇が止まっているというところで、ほぼほぼですね、こテクニカルの、まあ、想定内の堅調さといった形の展開だったのかなというような印象だと思います。でですね、今後、このままですね、この25日同平均線を突破していった場合、ですね、まあ、直近の高値というのがもう8月の17日なんですけども、さらに遡のぼったまあ6月の9日ですね、この2 8389円と。 この8月17日ですね、まあ、ここを試していくと、特にこう8月17日の高値というのが、この2万9000円という,こう節目をですね、こういったところに位置しているといったところもありますし、あとはですね、この8月17日から直近までこのように株価、下落していったんですけれども、この下落の背景となっているのが、この8月17日のですね、まあ、高値を取りに行く過程で折、まあ、り込んでいた、まあ、いわゆるこう楽観シナリオってやつですね。 アメリカの金融政策というのが、その原油価格が下がったりとかして、まあ、インフレがですね、まあ、早く落ち着くだろうと、でそれに伴って、まあ、アメリカの金融政策というのも、まあ、ものすごく今、ハイペースで利上げしてるんですけども、これがですね鈍化していって、まあ、早ければ来年にも利下げするんじゃないかといったところまで織り込んでいって、まあ、上げていった部分ですね、こういった楽観シナリオが、パウエル FRB 議長のまあ講演によって否定されてしまって、まあ、下がっていったと。 いうところありますので、特にこの8月17日の高値というのが、いわゆるその楽観シナリオを織り込んだときにつけてた高値ですので、じゃあ、このまま順調にですねこの2万9000円を超えてまあ上昇していくためには、また別のですね介在量が必要になってくるといった形だと思います。特にこう日本株について言えば、足元でこう円安が進んでいたりですとか、あとはその国内のですね新型コロナウイルスのこう対策の規制がまあ緩和されつつあると、いわゆるこう経済のリオープン期待。 まあこういったところと、ですねあとまあ海外の株式市場と比べた日本株の相対的な割安感といったところで、日本株のですね独自の材料でどこまで買い上がれるかといったところが、ですね一つポイントになってくるのかなというふうに思われます。まあ、ただ、ですね想定内の値動きといったところはありますので、今後の値動きもですねテクニカル的なまあ想定内で動きやすいといったところは抑えておくべきところかなというふうに思います。 でまたですね、下段の MACD 見ましても、いわゆる MACD、赤い線の MACD がですね、この緑の水平線、この0円ラインですね、ここを越えつつあるといったところありますので、この MACD が0円ラインも越えられるかといったところを、こちらもですね、注目点の一つになるのかなというふうに思われます。 でですね、まあ、先ほどこう下げ止まるべきところで下げ止まったといった話だと思うんですけども、それについて言うと、ですね、まあ、6月の20日というのがまあ直近の安値なんですけども、こことですね、7月の頭の安値、この直近の安値同士を結んだですね、ラインのこの延長線上でですね、やっぱ株価が下げ止まっているといったところもあると、ですね、やはりこう下値の硬さというのが、まあ、テクニカル指標で見ればですね、十分に考えられるのかなというふうに思われます。 で今後、ですねじゃあこの8月17日につけた例えば2万9000を超えるような上昇ですね、じゃあ、ここを超えたときってどうなるのかといったところをもう少し期間の長いチャートで見ていきたいと思います。 これ昨年からのですね日経平均の冷やしチャートにギャンアングルを載せているチャートになるんですけれども、この8月の17日というのが、いわゆるですねこのギャンアングルの一番上の線ですね、ここにタッチしているという状況ですね、で過去、チャートを見ていきますと、それぞれの戻り高値というのが、このギャンアングルのそれぞれの線とぶつかっていることが多いという感じになっています。 ですので、すのギャングルというのはトレンドの方向性、ないしは強さを見ていく指標になっていきますので、こういうふうにです、ね、トレンドの分析していくうえでの節目で、高値、戻り高値をつけていっているといったことがわかるかと思います。 でですね、もう1つ、まあ、昨年9月の高値と今年の3月の安値ですね、この下げ幅に対するどんだけ戻したんですかといったものですね、これ、いわゆるフィボナッチリトレースメントと言うんですけども、まあ、これで見ていきますと、この8月17日につけたこの高値というのが 76.、76.4%戻しですね、この9月14日から3月9日の下げ幅に対して、ですね、7割強戻してきましたよといった水準になっています。 で、この時のですね、具体的な値段見ていきますと、29,352円といった株価水準なんですけども、チャート過去に遡っていきますと、1月5日ですね、ここともぶつかっているといったところがお分かりになるかと思います。でこの1月5日の高値というのが、今年2022年の相場に入って、日経平均が一番高値をつけた価格でもありますので、要はですね、再び株価がこのように上昇していって、 で戻しをトライするとつまりこの直近高値をトライするということは、イコールですね年初来の高値を更新する動きに対するチャレンジといった意味合いを持っているというところがありますので、次のですね上値の目標値、ですねまずは61.8%戻しを超えてくることと、でさらにですねこのギャングルの 8×1 ラインも超えて、でフィオナッチリトレースメントの76.4%戻しと。 このですね一連の上値をトライする過程というのが、まあ、年初の間金をつけていけるかどうかといったところをこ意味しているという意味では、ですね、まあ、日経平均の株価の動きというのは、このように6月9日から8月17日、上値も切り上がってますし、下値も切り上がってますので、まあ、6月3月9日をそこにしてですね、あそこ内から株価が反転していっているといったところが読み取れるのかなというふうに思います。でですね こんなにです,、ね、すんなりまあ株価が上昇していくというシナリオはです、ね、やはりこう描きにくいといった部分がありますので、こちらもです、ねまあ、前のスライドを見ていったように、3月9日の安値と、その次につけていった安値ですね、5月20日、ここを結んだ延長線上ですね、このライン上でまあ株価がです、ね、推移していって、 時折ですね、上値を取らせていくような展開というのが、まあ、ある意味、理想的な値動きなのかなというふうに思われます。反対にですね、株価が下がってしまった場合なんですけれども、その時はですね、同じく3月9日の安値と、その次につけた安値、6月20日ですね、ここを結んだラインの延長線上、つまりこのエリアですね、だいいたこう2万7000割あたりから2万8000円前後といったところの、まあ、想定レンジ内での推移が考えられるというふうに言うことができるかと思います。 でですね、日足でこうに見ていったんですけども、じゃあ週足ではどうなのかといったところもチャートで押さえていきたいと思います。ご覧いただいているのが、まあ、日経平均の今度は週足チャートですね。上の段がローソク足チャートで、まあ、下段が MacD と。で、移動平均線が13週、26週、52週と。 いう,ふうに3本移動平均線が描いている形になっているんですけども、まずですね、まあ、移動平均線と株価の位置関係で見てみますと、まずですねこの3本移動平均線というのがまだ全てですべ、ね、て2 8000円よりもまあ下に位置しているというところです。で株価の 位置関係で見ていきますと、ちょうどですね1年間の値動きの中心線とされている、この緑色の52指導平均線ですね、まあ、ここの攻防があの先々週と先週の2週にわたってですね続いているというところです。先々週はこの52指導平均線をまあ下回って、先週はですねこの青い線の26指導平均線ですね、半年間の値動きの中心線。 とあとは13指導平均線、赤い線ですね、3ヶ月間の値動きの中心線、まあ、ここをサポートにして、再びこの52周線をまあ上抜けてきたといった格好になっています。 でですね、トレンドの方向性で見ていきますと、いわゆるコロナショック後につけた安値、2020年の3月19日の旬ですね、ここにつけた安値と、あとは直近の高値ですね、21年の9月の17日の旬につけた高値ですね、この上昇幅に対するギャングルを描いていきますと、ここですね、今年に入ってからの日経平均ですね、ほぼほぼこう数ヶ月間、この 2×1 ラインのですね、線に沿って上げ下げを繰り返しているといったことがわかります。 で足元は特にです、ね、この移動平均線がサポートとなっていると、サポートとなりつつ、この 2×1 ラインを維持しているというところを見ていきますと、中長期的にはです、ね、上方向に意識は強めているのかなといった印象になっています。で下段の、ね、MACD 見ましても、まあ、先ほど、冷やしが超えていなかった0円ラインも超えていますので、相場全体といいますか、中長期で見た方向感というのは、まあ、しっかりしているというふうに考えていいのかなというふうに思います。 またです、ね、株価の水準というところで見ていきますと、このように2ね、8000円から3万円、この2000円のです、ね、レンジで、実はこの2021年のです、ね、こうずっとここに続いていきまして、ほぼほぼです、ね、1年間近く、このようにです、ね、この2000円のレンジ内で中心に動いていきまして、で今年に入ってです、ね、1段階下がって、今度は2万六0 0 0円から2万八0 0 0円の、この2000円のレンジ内で,です、ね、こう推移してきたと。 でようやくですねまあこの8月の上昇で、この2万6000円から2万8000円の2000円のレンジを上抜きつつあって、再び下げていって、まあ、境界線でうろうろしているという状況ですので、今後、ですね中長期的にはですね株価の方向性、上向きですよって話はしたと思うんですけれども、まあ、これからグイまあ株価が上がっていくというよりは、ですねこの色で塗られた部分のですねレンジ、この水準感でですね、まあ 株価が下がっていってしまうと、この2万6000から2万8000台のこのレンジ内と、で調子がいいと2万8000から3万円のレンジ内に動いていくといった形で、まあ、結局水準感を探りながらですね、この 2×1 ラインに沿ったトレンドを維持できるかどうかというところが、まあ、注目点になるのかなというふうに思われます。 でですね、まあ、先ほどこう日経平均が戻り高値を試していく過程というのは、まあ、年初来の高値を更新していくということを意味しますよと話をしたと思うんですけども、実はですね、まあ、アメリカ株で見ていくとちょっと違ったものが見えてくるというところで、まあ、ここからはですね、米国株の動き、こちらも押さえていきたいと思います。 でご覧いただいているのが、まあ、アメリカのニューヨークダウンの冷やしチャートになるんですけども、まあ、先週末、9月9日の終値が3万2151円でしたというところで、このローソカシ見てみますと、この紫色の線ですね、50日同平均線、ここで上値が抑えられている格好になっています。こんな感じですね。 で要は先ほど日経平均で見ていったときに、まあ、下げ止まるべきところで下げ止まってで目安となるところで上昇が止まっているといった動きはですね実はニューヨークダウンも先週同じ動きでした。 じゃあ、こう、下げ止まるべきところはどこなのかなんですけども、まあ、移動平均線はですね、すべて株価下抜けてましたので、じゃあ、何がサポートになったのかと言いますと、やはりですね、この6月17日の安値と、その後につけた安値、この直近の安値同士を結んだラインですね、ここがまあ下げ止まりのポイントになっていると。株価の節目ではですね、3万1000ドル台だ、こちらもですね、節目の水準として意識された部分はあるかと思うんですけども、まあ、やっぱりこちらでもですね、日経平均と同様に下げ止まるべきところで下げ止まる 待ってでまあ目安となるところで上昇が止まっているといった形になっています。でまあこのままですね株価が上昇していくんであれば50日移動平均線を越えて次は25日移動平均線を越えて。 で、200日、まあ、ここまでトライできるかどうかといったところがポイントになってくるわけなんですけれども、まあ、やはりですね直近の高値、8月16日ですね、この3万4281ドル、ここまで株価が戻せるかどうかといったところがポイントになってくるかと思います。ただですね、まあ、先ほど日経平均のところでも、まあ、お伝えしたように、この時につけた高値というのが、まあ、いわゆる楽観シナリオを織り込んでつけた高値ですので、そこからですねそんなにまだ日にちが経ってない。 というところもありますと、日柄調整的にも、相場のムード的にもですね、もう一回です、ね、落下しないよ織にり込んでつけていった種をつけていけるかどうかとなってくると、まあ、ここがちょっと難しいのかなとなってしまいますので、目先のですねニューヨーヨクダウの動きというのは、まあ、ものすごく力強い上昇していくというよりは、水準感をです、ね、上げ下げを繰り返しながら、まあ、探っていくといった展開が想定されるのかなというふうに思います。まあ、下段のマック c ー見ましても、このマック c ーがですね、下向きから 上向きに転じてはいるんですけども、いわゆるこのゼロドルラインと比べると、まだ下の方に位置していますので、まあ、そこはちょっと注意が必要かなというふうに思います。ででですすねね同じように株価ののの、ね、1 17月月5日日高値と、まあ、6月17日の 安値ですねまあ、ここを基準としたまあギャングルを引いていくと、まず、あ、この落観シナリオを織り込んでつけていった8月16日の高値というのがちょうどですね4ける1ラインのところに位置しているといった形になっています。で直近下げ止まったところというのは2ける1ラインのところでまあ下げ止まっているという,うになりますので、先ほどですね方向感を探りながら上値を捉えしていくような形になるんじゃないかといった話だと思うんですけれども、となってくると次のですね上値の目標値というのがこの3ける1ラインですね。まあ、ちょうど今の水準でいきますとこの青 青い線の25日の平均線とほぼほぼ同じところに位置していますので、まずはここを越えられるかどうかといったところが今週の焦点になるかと思います。 でですね、足元の動きなんですけれども、えっと、トレンドでもです、ね、捉えていきたいと思います。ご覧いただいているのが、まあ、ニューヨークダウンのまあ冷やしチャートに対して、まあ、RSI を下段にまあ乗っけてますと、これ、前回の動画でも紹介しました、いわゆる株価の動きと RSI の動きがです、ね、反対の動きをしているときに、トレンド継続型なのか、トレンド転換型なのかといったところで、トレンドのです、ねまあ、方向感を探るといった見方があるんですけれども、まあ、あれからどうなったかといったところの検証に なりま,すまずはですねトレンド転換型というところです。まあ、トレンドというのは、まあ、高値を更新しながら、まあ、上昇トレンド発生していきますし、下落トレンドであれば、安値を更新しながら下落トレンドが継続していくという形になりますので、まず見ていくのは、ですね安値を更新していったタイミング、チャートを振り返ってみますと、こ、まあ、今年の1月からです、ね、2月にかけて、まあ、このように安値を更新して、まあ、下落トレンドが発生しているという時きの RSI ですね。 下の段見ていくと、こっちの RSI 切り上がっているとなってますので、だいたいこういうときには、ですね、まあ、このトレンドが転換するサインとして目されるといいますか、判断される形になります。で実際、ですねこのように株価が反発していきましたと。で、この次に、ですね今度は3月29日から4月21日ですね、要は戻り高値を更新していったというところで、ちょっと上昇トレンドになりつつあったタイミングですね。じゃあ、この時の RSI どうだったかというと。 株価はですね、上向きだったのに RSI が下向きだったので、まあ、トレンド転換してしまって、まあ、このように下げていってしまいましたというふうになります。でこのような形で見ていくと、ですね、やはりこの2月の24日から5月の20日、安値更新してますので、結局1月、2月、5月と下落トレンドが長く続いたわけなんですけれども、この時の RSI ですね、長くこう見ていきますやっぱり株価が下落しているに対して RSI 切れ上がってますので、株価が反発していくと、まあ、トレンドが転換した形ですね。 でさらにですね6月、もう1回安値を更新していきますので、この時の RSI が上向きとなってますんで、株価が反発して、直近の8月16日の高値を取りにいくというところまでなっていたと、まあ、これがいわゆるトレンド転換型の、まあ、RSI の逆行現象になっていきます。もう一つがですねトレンド継続型で見ていきたいと思います。で今度見ていくのは、ですねトレンドが発生している側と反対側の株価の値動きを見ていきます。 どういったことかと言いますと、先ほどここで,です、ね、下落トレンドがまあ続いてますよと一旦したと思うんですけども、まあ、トレンドが発生している反対側、つまり1月5日から3月29日ですね、この時の株価というのが、上値を切り下げている格好なんですが、RSI はこのように上値を切り上げているという形ですね、この時はトレンド継続型ですので、まあ、どういったトレンドが継続するのかというと、上値ここで切り下げてますので、切り下げている方向が続くという形になりますので、 このような形で3月29日から5月の20日にかけてのです、ね、下落トレンドになってきているという形です。まあ、こういった面でいきますと、トレンド転換型のです、ね、この下落局面とこう方向感がかぶった場面というふうに考えることができるかと思います。まあ、このような形で、まあ、次々こう見ていきたいと思うんですけれども、今度は4月の21日から6月の2日、この時の RSI を見ていくと、 このように上値切れ上がっていて、今逆行現象出ていると。で、上値が切り下がっている方向のトレンドが続くというふうになりますので、まあ、こんな形で株価が下がっていってますと。で、今度、ですね足元なんですけれども、このように6月17日からですね、下値が実はこう切れ上がっているわけですね。で、RSI どうかというと、このように微妙なんですけれども、RSI 切り下がっているとなってますので、先週の動き。 どうだったかというと、このように下値を切り上げている方向にトレンドが継続するという形で、こういうふうに上向きの株価の動きが出てきたという形になっています。ただ、ですね、このトレンド継続型なんですけども、もう少し長い期間で見た場合ですね、こういうふうに今年の1月5日の高値から8月16日、この時の上値ですね、切り下がってるんですが、じゃあ、RS はどうかというと。 切り上がってるんですねとなってくると株価がまあ上値切り下げているのに RSI は上値切り上げていますのでこのようにですね切り下げの方向の圧力も実はですね同じこうトレンド継続型でも短期はですね切り上げの方向なんですが 中長期で見ていくと、切り下げの圧力がかかっているというふうになっています。ですので、まあ、先週、ですね、この短期のトレンド継続型の逆行現象が、まあ、いわゆる機能した形で株価上げてるんですけれども、まだですね、中長期的にはですね、切り下げの圧力があるというところは、ですね、ちょっと認識しておく必要があるのかなというふうに思います。 でまた、ですね、まあ、ちょっと話戻るんですが、まあ、日経平均が直近高値をトライするといった、まあ、この直近高値ですね、8月の、まあ、日経平均は17日なんですけれども、この8月半ばのですね、高値、まあ、ここのトライするという場面というのが、まあ、日経平均は年初来の高値を更新するチャレンジだという感じだと思うんですけれども、まあ、ニューヨークダウの高値もですね、やはりこう年初の1月5日になります。となっていきますと、ニューヨークダウが直近高値、8月16日ですね、ここ。 達成したとしてもですね、年初来の高値を更新するにはまだまだ距離があるといったところありますので、同じ直近高値をトライするという動きでも、日経平均のトライする意義とニューヨークダウがトライする意味がまあ全く違うといったところは抑えておくべき必要があるのかなというふうに思います。まあ、ただですね、楽観足元の落下したので折り込んでつけた高値ですので、やっぱりーヨークダウもですね、この 長い期間のトレンド継続型の RSI ですね。この下向きの圧力、まあ、これにさらされることになりますので、徐々に上値重たくなってくる可能性があるということは、まあ、想定しておく必要があるのかなといううに思います。 でですね、この上値が重たくなるんじゃないかといったニューヨークダウなんですけども、まあ、先ほどと同じように週足でも捉えていきたいと思います、まあ、先ほど見てきた人気駅の週足チャートというのは形としては悪くないと、どっちかというと上方向に引を強めてますよといった話したと思うんですけどもニューヨークダウはですねまだ中長期的には 下落トレンド続いているというふうに判断できるかと思います。まあ、いくつか根拠はあるんですけれども、まず足元に同平均線ですね。赤い線の13周、青い線の26周、ミドルの線の52周。 この並び方ですね、直近の並び順というのが13週、26週、52週という形で、まだまだ期間が一番短い13週線がですね上向きにな,ってきなりきれてないと。で、並び方もですね期間が短い順に下から上にという並び方になってますこれ、パーフェクトオーダーっていうんですけれども、まだまだですねトレンドついているよという形です。あと、ですね株価と移動平均線の絡みで見ましても、このように52週移動平均線ですね。 ここで株価が今年に入ってずっとですね、抑えられてきてて、抜けきれてないと。で、なので、中長期の下落トレンドが転換していくには、ですね、まずこの移動平均線の並び方が変わるといったところと、あと株価がですね、52指導平均線を抜けきるといったこの2つの条件を満たす必要があるというふうに言うことができるかと思います。 でですね、トレンドの方向性と強さ、もうこちらもですね、ギャンアングルで捉えていきますと、まあ、コロナショック後の安値、ね、3月27日週とこ、まあ、今年1月7日の高値ですね、この上げ幅に対するギャングル見ていくと、ちょうどですね、2×1 ラインが、ですね、下値のサポートラインとして切り上がってきているというふうに見えます。 つまり何が言いたいかというと、まだ中長期のトレンドは下向きなんですけれども、じゃあ、この下をですね、押していく強さはどれだけあるのかというと、ギャングルで見ていった 2×1 ン、ここがサポートになっているというところと、しかもですね、下値が切り上がっているといった点を見ていくと、ですね、まあ、いわゆるこの6月のですね、この安値というのを底にして、底打ちのですね、形成をね狙っていると言いますか、底打ちを形成しつつあると。 言った形なのかなといった印象ですので、まあ、どんどんこれから下げていくといった印象よりは、一旦下げがピークを迎えていって、落ち着いて、あわよくばこうトレンドがそこを打ち反転を狙っていくよといった状況なのかなと思いますので、まあ、さほどです、ね、下落トレンドは続いてはいるんですけども、まあ、そこまでネガティブではないといったふうに考えていいのかなというふうに思います。 まあ、マック D がですね、まだまだこうゼロドラインより下ありますし、ちょっと方向感、足元変いてる部分ありますので、ちょっと上げたり下げたりしてますんで、ちょっと注意が必要かなという状況ではあるんですけども、まあ、そこまで否定的ではないというふうに考えてみるかなというふうに思います。で、ナスダックですね。こちらも冷やしで見ていきたいと思うんですけども、ナスダックもですね、この50日同平均線のところで、まあ、先週末の取引を終えていますと。で、この下でですね、ここも、 このようにですね結んでいくと、サポートなったというよりは、ちょっと下ぶれた分を戻してきて、この直近安値同士を結んだライン、ここを超えていけるかどうかというふうになってますので、ちょっとこの日経平均、ニューヨークダウンと比べると、下げ止まるべきで下げ止まったというよりは、ちょっと下ぶれたんで戻してきたような、そ対い印象になっています。 でギャングル引いていくと、ですねこのように2る1ラインのところともぶつかっているとなってますので、むしろですねナスダックについては、まあ、今後、戻りを試す上で、まあ、上値の抵抗となるテクニカル指標ですかね、この直近安値同士を結んだ線もそうですし、50日同平均線もそうですし、超えたところで、この青い線、25日同平均線も控えていると。 いったとところを踏まえていくとですねどちらかというと、上値抵抗戦が多い中で、今週の取引を迎えていくとなってきますので、ナスダックが一段高していくためには、例えば原油価格が下がるですとか、足元のですねアメリカの長期金利が下がっていくですとか、いわゆるこうハイテクグロース株が買いやすい環境が整うことが条件となってくるといったところが、こういったチャートからも読み取れるのかなというふうに思います。 でですね、以上を踏まえて最後に、今週のものをよって見ていきたいと思います。今週のですね、まあ国内なんですけれども、まあ先週のメジャー SQ を通過して、まあちょっと落ち着いたような感じになっていきます。まあポツポツですね、まあ経済指標出てきますし、決算もポツポツありますと。で IPO も二名柄ほどありますといった感じですので、まあ比較的おとなしいのかなといった印象です。で、かたや海外の方なんですけれども、まずまあ今日ですね、12日というのが、まあ 中秋節で、まあ、中国と香港が急上、まあ、というところと、あとはです、ね、あとアメリカの方で、まあ、経済指標が出てくると、特にこの13日、えー、と8月分のです、ね、消費者物価指数、CPI、まあ、CP まあ、こちらがです、ね、出てきます。この数字次第でです、ね、今週の、まあ、アメリカ株の、まあ、方向感を、まあ、決定づけるような形になってくるのかなと思いますので、特にこの13日の,の CPI には注目というふうになります。 でまたです、ね、あのアメリカの方でいきますと、氷、まあ、売り上げ高というのは消費関連ですね、いわゆるこう引き締めがこう継続していく中で、 アメリカのですね小氷、まあ、いわゆるこう消費というのは GDP の6割以上占めてますので、まあ、非常にですね国の景況感に影響を与えやすいといったところありますので、まあ、そういった意味でこの氷の動向というのは注目されるといったところもありますし、あとはまあ先週、国内はメジャー SQ を通過して、時給的に一服したんですけども、アメリカはですね、まあ、先週、レイバーデー明けで、基幹投資家が戻ってきましたとで、それが懸念される形だったんですけども、まあ、無難に通過しましたと。 取引あとオプション取引ですね、プラス個別株のですね生産日、いわゆるこうトリプルウィッチングといったものが週末に予定されていますので、ちょっと時給的なですね波乱要因というのは、アメリカ株はちょっと抱えているといったところは頭に入れておいた方がいいのかもしれません、でまたこの週末ですね、16日というのは、中国でも8月分の各種経済指標が出てくるといったスケジュール感になっています。 でですねまあ、株価材料の整理を最後にして終わりにしたいと思います、まあ、相場の構図自体はあまり変わっていませんインフレとか景況感の動向というのをデータで見ていってです、ね、で金融政策、まあ、FOMC 待ちなんですけども先週ですねウォールストリートジャーナルで9月の FOMC で利上げ幅が0.75%なりそうだという、まあ、観測記事出ましたのでほぼほぼマーケット自体は9月の FOMC 分ですね織り込みが進んだというふうに思いますのでそういった意味で ではこの金融政策を出す音楽というのはあまり働きにくいのかなと、ただ、このデータの見極めですね。 特に今週インフレ指標の先ほど申し上げた8月の CPI こちらが出てきますのでここでサプライズがってくるとこの傾向感とか金融制度の思惑こちらがですね働くことになりますので株価が動きやすいといったところには注意が必要かなと思いますただですねまインフレの動向に見てみましては例えばこの資源価格 WTI 原油価格がですね90ドル台割れていまして今85ドルぐらいつけてるかと思うんですけどもかなりです、ね、価格が下がっているというところありますのでまあまり払わないのかなというふうに思います まますただ、もう少し長いスパンで見ていきますと、これからですねまあ夏のピークを越えて、秋、冬というところで暖房需要とか、そろそろですこのエネルギーに対するですね需要増の季節といったところがまあ徐々に意識され始めてくるといったところは抑えておいたほうがいいのかなというふうに思います。 で、その需給要因でいくと、まあ、先ほどの予定表でも見ました。メジャースキー国内開けたんで、一服してます。で、アメリカの方がですね、トリプルウィッチングで、まだまだ波乱要因含んでますというところです。で、まあ、アメリカのですね、金利もですね、まあ、3.2%台ぐらいで落ち着き始めていると。まあ、これでもうより下がっていくとですね、まあ、株価上がりやすくなりますし、もう一回3.4%とかトライアスの動きになってくると、まあ、株価の重しになってくるという形になっています。で、為替もですね、まあ、先週、 岸田総理と黒田日銀総裁が会談をしたというところで、144円台から142円台に落ち着いているといったところあります。まあ、全般的に見てです、ね、まあ、今週というのはテクニカル指標的にも、まあ、こちら相場環境的にもです、ね、かなり堅調といいますか、株価が、ね、しっかりした展開というのがまあ想定されるんですけども、堅調であるから、だからイコールです、ね、株価がどんどん上値を追っていけるかというと、そうでもないと、逆にです、ね、今後の動きは読みにくいと。 要は今の落ち着きをです、ね、揺らぐようなザルが出てくると、ガタガタガタと相場が崩れてしまいますし、よりです、ね、この今の足元の落ち着きをこう示すような仕様が出てくると、もしかすると一瞬です、ね、需給的なこう要因もくすぶってますので、一瞬、上振れみたいなこともまあ想定されるというところですね。なので、堅調さがまあ予定されているこそ、まあ、思われるですね上振れ、下振れ、まあ、出てくることも当然考えられるんですけども、まあ、そこはあまり慌てずです、ね、落ち着くのも早いと思いますので、まあ、じっくりと相場に臨んでいい局面なのかなというふうに捉えます。 ています解説は以上になりますまた来週もですねこんな感じでお届けしたいと思うんですけれどもまあ来週の月曜日ですねと祝日でまお休みというところありますのでまあ、翌20日の火曜日にこちらの動画をお届けしたいと思いますのでぜひご覧いただければと思いますそれでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました